どうも TGBK TV をご覧の皆さん、こんにちは。赤間直哉です、本日はですね、以前副座長対決をしましたレノ・サトシと今日は仲良く遊ぼうじゃないかという日でですね、YouTube を回してみましたということなんですけれども、彼がですね、なかなか来ません。来ましたよ、来ましたね、来ました、来ました。ごめん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 。おはよう。おはよう。以前ね、激辛対決で副座長の座をかけて戦いましたけど、ええ、引き分けに終わりました。そうですね。ということで、まあ今日はとりあえず仲良く対決じゃなくてやろうよということなんですけれども、はい、遅刻しましたよね。ごめんごめんごめん。ごめんごめんごめん。時計ついてない。ごめんごめんごめん。気持ち気持ち。ごめんごめん。めっちゃ急いだのよ。めっちゃ急いだ。めっちゃ急いだのよ。めっちゃ急いだ。ごめん、大丈夫。まあまあまあ、いやいや、何してる何してる、何してる、うんこ。ごめんごめん。ごめんごめん。したくなるよね。そう。うん、したくなる。まあ、じゃあ今日は仲良く遊びに行きましょう。というわけで、行きましょう。さあ、というわけで、ちょっとずつ、その、とある場所っていうのに向かうんですけども、今日運動したいんですよ。なおちゃんが。いえいえ、二人で。僕も。うん。え、俺、なんか、遊ぼうって言われたから。体は動かすから。え、俺何も持ってきてないよ。貸してくれんだよね。ジャージぐらい絶対持ってるはずなんですけど。パンツは履いてきた。履いてこい。常に履け。ごめん、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 ごめん。ごめん、貸して。ごめん、ごめん。って、もうこうやって言うと思いまして、僕はもう2着持ってきましたから。やるー、やるー。生年月日は僕、はい、1985年8月1日。今おいくつですか？35です。35です。僕が1991年4月5日29歳です。わっけ、6個違うんだよね、レノ君と。そうだから、6個違うのにしっかりしてるから、俺もちゃんとしたい。ちゃんとしたダンスをお願いします。どうだった、俺のムーンウォーク。伸びしろあった、伸びしろあった。あ、今日別にダンスの練習しに行くわけじゃないんですよ。あ、違うんですか。そう。えっ、えっ、もう着きましたよ、着きましたよ。あれです、 TL タイムで移動します。さあ、本日は新浦安にありますトランポランド東京ベイサイド店に来てみました。いやー、意気込みを。今日は35歳の体に鞭を打って初めてなんですけど、はいはい、初回特典でステッカーいただきました。ステッカーと靴下を借りました。いやいや、もらったんだよそれ。え、これもらったんですか。そうそう、初回特典の方には靴下とステッカープレゼントというね、はい、形でございます。おでこに貼るわ。じゃあ貼ってみて。おでこ広いからね。さあ、ガマさん、お、行っちゃった。おー、すごくね。急に捨ててもらったこれが噂のトランポリンランド。トランポランドちゃんとして、そここれが噂のトランポランド。
僕の今日の目標は、はい、このトランポランドで側転ができるようになることです。トランポランド関係なんだ。行ってきます。見とけよ。恐怖症なんです。それを今日は克服したいと思います。めっちゃ怖い。それでは赤間さん、連続バク転お願いします。それではこれから赤間直也くんが僕にトランポリンの基礎を教えてくれます。お願いします。これ何をしてるんですか今。今空中でバランス取ってます。はい。もう何やってるか全然わかんない。江戸くんも挑戦してみてください。わかりました。シット&アップ、シット&ステンダップ。立ち上がることもできません。次、ひねってみましょう。はい、何ですか。はい、こういう。はい、ひねることもできません。見てください、競技用のトランポリン。大丈夫ですか。